はい、こんにちは、かっこいいギタリストの竹下敦です。先日ね、黒沢楽器店の、G クラブ東京さんの、講師をなさっている、加納治先生に授業を受けてもらいました。今回ね、教えていただいたのはこちらですね。ピッキングの方法なんですが、エコノミーピッキングというピッキングの方法でして、私これ今までね、全くそういう発想自体がなかったんですが、1弦からね、1弦、こう一番細い弦から、上上がっていくようなフレーズ、今までこういう風に弾いてたんです。全部をね、このようにと弾いていたんですよ。ところがエコノミーピッキングというのは、アップから始まります。次に2弦に行くときにまたアップです。これ何がいいかというと、次の弦に移るときに必ずアップで始まるんですね。アップで、アップで次の弦へ行くんで、物理的に手が楽になるんですよ。これはね、目から鱗でした。こういうの後、次の弦に行くとき必ずアップで、これがエコノミーピッキングになります。1弦からしてアップで2弦3弦とアップアップアップで移っていきます。すごくね、力を使うことなくピッキングがね、楽になるんですね。これをね、教えていただきました。現在練習中です。次回もレッスンの予定入れまして、次はね、作曲の、方法論と、あと技法について、教えていただく予定です。加納先生はね、西野加奈さん、あとポルノグラフィティさん、あとは真心ブラザーズなどね、結構、相当有名なね、ところの方とに楽曲提供したり、あと西野カナさんなんかのミュージックビデオだと必ず加納先生映ってらっしゃるんで、そんな方にね、教われるのはギターをね、音楽を教えていただけるのは大変に光栄なことだと思っております。加納先生ありがとうございます。それでは、竹下敦がお送りしました。 See you soon です。